ちはこてつちゃんのこてつです。今日はパンを作っていきたいと思います。まず材料がこのぬるま湯、イースト、砂糖、砂糖、オリーブオイル、砂糖塩、粉粉です。それでは作っていきましょう。まずこれを入れます。で、よく混ぜます。次はこの中に塩砂糖を入れて混ぜます。オリーブオイルを入れてこれを入れて団子状になるまで混ぜます。できました。やっぱいい感じになった。ちょっとこの、手洗ってきてもらった。これ粉ちょっと少なかった。オリーブオイルを回してかけます。指で叩いて穴を開けます。オーブンに入れて10分焼いてひっくり返して5分焼きます。そして出来上がりです。なんということでしょう。フォーカッチャができたので食べていきたいと思います。美味しかったです。この動画を見せようと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。じゃあね。
終わったらアンパンマン映ってるじゃん。アンパンマンの顔映ってるじゃん。